problem con él. おはようございます。誰かいるよ。Wi-Fi つけてなかった。ちゃんと。よいしょ。おはようございます。おはよう。ちょっとね、今日握手会でさ、早いから、時間が。だからちょっと17時15分までしかできないんですけど、ごめんなさい。おはようございます。おはようございます。おはよう。ああ、15分やったら毎日アイドルって切れへんよね。よくわからんけど。みがちゃん、おはよう、おはようございます。ね。疲れた、今日。疲れたじゃない、間違えた。眠たい。テンション高いからさ、眠たいねんな。テンション高くて眠たいってどういう意味やろう。ちょっとよくわからんけど。おはよう、おはよう。遅刻せんように、大丈夫。これ始める前にもう全部支度して、もう、いつでも OK って感じにして、そっからもう伺っていこうと思ってるから大丈夫です。おはよう。美少女、いえ、美少女じゃないよ。ありがとう、でも。おはようございます。おはよう。おはよう。ああ、眠たい、今日。全体的に今日赤いんだよ。このね、トップスが赤い、トップス？このやつが赤いから、唇にオレンジとか。でもこれちょっと、この鏡越しじゃダメなんですけど、ちょっとこれ、オレンジと赤が混ざったって感じの色なんで、赤とオレンジちょっと混ぜた唇に使いました。はい。多分、モバイルメールを見てくださった方は多分わかると思います。はい。ちょっとね、大人っぽいメイクしました。イメージとかも多分もうあそこに書いてあるからわかると思うんですけど。はい。前髪整えましたよ。だって、ボサボサのままいけないじゃん。おはよう。いくつ？ 14 歳です。また、老けてみる？何時に起床？6時ぐらいかな。今日は普通にアイドルっぽい。普通にアイドルっぽいって何ですか？そう、ありがとう、でも。ないです。落ち着いた雰囲気で。今日もたくさん来てもらえると嬉しいですね。今日はいませんよ。はい、お願いちゃん。今日はゴルフ。ゴルフ何？から見られないかと思ってました。おお、今日大人っぽい。14歳で大人っぽくって言ったら、14歳で大人っぽくって言ったら、まあまあ頑張って高2ぐらい。二重のキーホルダー。美少女ありがとうございます。ありがとうございます。眠たい。イメージ変わって、今日はカップフード、カップフード持ってきてるんですよ。これがちゃんと持ってきてるんです。皆さん、人形を持ち歩いてますよ。ちゃんとね、入れてるから、ここの中に。ね、カッパさんもちゃんと持ってるから。ほら。こんな被ってほしい？ほら、カッパさん。パペットみたいな。カッパ着てはしないかな。カッパフード持ってるから、カッパフードって名前変やけど。カッパフード被って、いつもやってるんですけど、今日はちょっとね、髪の毛が崩れちゃうから、カッパフードじゃ、今回。から、ちょっと今日はこれ被らないです。で、人形はあれが入ってる。何やったっけ、あれ。あれあれ、人形が入ってます。なるさん装備、そう。ちょっと忙しいから今日握手会。今日、豚うさぎちゃんはちょっと連れてきてないんですよ。ちょっと入りきらなくて、3匹。だから、ちょっとね、ちっちゃい系の子たちを2匹ぐらい持ってきました。キャリーケース。はよ、イズリンかと思った。イズリンじゃないよー。
ゆいちゃん、おはよう。日本武装。あ、ディズニーストア。あら、寂しい。今日のメイク、大人っぽく見えて綺麗で、ありがとう。リップと服がいい感じになってて、かわいい。ありがとう。ねがいちゃん、今日もかわいい。ありがとうございます。本当に今日は疲れた。今日疲れた、なんか疲れたっていうか、今日体に重みがあるんですよね。なんでだろう。変な感じ。だからイズリンじゃないよ。イズリンもっと大人っぽいでしょ。トリビアなの？そう。もう朝ごはん食べたんだね。食べました。真っ赤な服、意外すぎる。イエーイ。下はね、ちゃんとしてこうやってね、刺繍のお花がこうやって入ってズボンなんですよ。恋するなるさんじゃねえよ。恋してないから、なるさんに。昨日ちょっと避けちゃったんですよね、なるさんのこと。こうなんか後ろにいたんですけど、待ってる時に。ちょっと集合の時に、後ろに奈々さんがいたんですけど、こう、パッて誰か来たと思って、後ろ向いて、多分目があったのかわからないんですけど、いつもあったら、おはようございますって言えるはずなのに、パッて前向いて、そのまま、何もせずに前向いてしまったというね、このすごいことをしてしまったから、本当に悪いなと思って。あー、みたいな。明日のじゃんけん大会の予選頑張ってね。横根がぴょん。横根がぴょん。そうだね。好きすぎて避けちゃうじゃないの。なんかね、最近ね、あんまり先輩とお話できない気がする。ドキドキしすぎて。恋し、気になるやつ、気にするやつや、気にするやつやってどういうこと？俺はね、姉ちゃんに恋してるけど、ありがとう。クーラーかけてないんですよ。なんか、クーラー寒くって、それでも切ってそのまま寝ちゃったんですけど、なんでだろうね。なんで思うんやろ。騒ぎすぎたからかな。恋しちゃう。それが恋じゃん。違うよ。目が疲れてるね。疲れてる。新幹線移動で奈々さんの寝ちゃう。違う。それ違う。ひどくないです。普通の感じ。時間大丈夫？今何分？あ、15分まで。15分までです。15分ぴったしぐらいで終わらせて、何これ。パパは自分、すめ先輩に恋というか、まあまあファンなんですけど、ちゃんとしたね、そういう、本当の、願いのママに恋をしてますね。はい、恋、愛を持ってる。なんでさ、他の人に取られるよとか、そんな感じじゃないし、みんなのものとか、みんなのものじゃない？ファンの人のものでもありさ、みたいな。独り占めとか、そんなことは、そんなことは考えないよ、私。お母さん怒るな、怒らないよ、別に。いいんじゃない？みたいな感じなんですけど、まあ、ね、イチャイチャしてるからもう、普段、マミーとパピーはイチャイチャしてるからもう、別に。もう別に何の心配もないやろみたいな感じ。ああ、娘たちかな。すごいですね。恋ってか、愛？愛し、あ、愛し合ってる？ ひがいちゃんとパパのすーちゃんの話したいな。すーちゃん、ちょっとごめんなさい。先輩の話ね。愛と恋はちょっとまだ私にはわからないかな。ヒュー、パパさんは幸せすぎて羨ましいな。幸せな人生を送ってありますよ、あの人は。覚えてる。マジっすか。パパとママすげえな。もうイチャイチャしてるよ。もう見てるこっちが恥ずかしいぐらい。愛は、あの人たちじゃ、真心かな。愛は真心。恋は下心。やだー。やだやだ。やだ、もうイチャイチャとか無理。願いがよくすみれ先輩って呼んじゃうから、パピーもなんか、すみれ先輩どう？みたいなこと言っちゃう隙がある。釣られそう。釣られちゃう人。なんか名前とか願いがよく話したら言っちゃうけど。やだー。みんな願いのパパのことも大好きやな。そう、なんかね、願いのパパのことも好きって言ってくれる人がいるから、すごい嬉しい。結婚人生の墓場だな。墓場。
墓場、なんか辛い。墓っていう、墓辛いね。なんか墓っていう字が辛い。のが人生は先輩ですよ。ハッピーのが人生は先輩、まあ人生の先輩ですね。やだ、ネガイちゃんのパパはね、ネガイの本当のパパはパパだから、まあね、いろんなパパがいてもいいけど。ネガイパパの握手会はいつですか？ないの。ネガイちゃんもまあね、一応ね、好きって言ってるのはチカ子先輩らしいんですよね。大阪、一緒の大阪人だし、なんか、可愛いって言ってました。で、お姉ちゃんが一色先輩ですね。はい。今日も頑張りやん。おはよう。おはようございます。タアさんではない。あ、間違えちゃった。映しちゃった、ホテル。ごめんなさい。やばいやばいやばい。今のスルーして、今のスルーして。近く先輩らしいんですよ。今のちょっと流してください。スクショしないで。母さん、美浜のバーベキューお待ちしております。いけんのかな、パピーは。パピー、多分、遠慮していかない気がする。見てない、聞いてない。何も見てない、記録する。OK。OK、ありがとう。ありがとう、皆さん、ありがとう。何も見てない、何も見てないよ。ありがとう。そう、マミーはね、近く先輩が。私は何も見てない。OK。15分だけするっていうのにね。10、もう1370人が集まってくれるとか。優しすぎる。前髪パッツン気味なんですよ。韓国アイドルってさ、ここ巻いたりしてるけど、あんまり巻いちゃダメだから、うちら。だから、まっすぐで、メイクだけちょっと、そんな感じにしました。脱ぎっぱなしじゃないよ。バスタオルとかじゃない。新幹線隣、あやはちゃんとるかちゃんでしたね。井上るかちゃんです。一人部屋ですよ。眠今日。綺麗になったね。ありがとう。でも皆さんもホテルの話なし。何も見てない。何も聞いてない。話しましょう。ありがとう、皆さん。ね、すごい楽しみなんですよね。私、握手会大好きだからさ。今日、待ち時間が長いことにね、気づいてね。やべえ、寝そうとか思ってるんですけど。まあちょっといろいろとね、たくさんやることがあるので。冠とかのティアラとかね、野獣とかすごい可愛いですよ。なんかありました。そう、なんかありました。そう、なんかあったけど、皆さんね。ホテルや。おしゃべりしました。なんか、雑誌一緒に見たり、なんか、キャラクターってゲームみたいなアイハットしたり、話したりしてました。長い握手会で楽しみにしてます。はい。東京ではね、来れない方とか、大阪では来れないとか、3種類あるらしいんですけど、なんか、方がいるっていうのを聞いて、なんかやっぱり行けない方がいるじゃないですか。なんか日にちによったり、平日じゃないととか。そういう方はね、また別の機会で公演やね、握手会でまた会えたりしたら嬉しいなと思ってます。武器にはね、なれましたよ。なれるというか、なんというか、なれるというほどのもんじゃない、どうなんだろう。皆さんには好みが全然違う。違いますね。違うんですけど、なんかそれを共有してる気がする。リンカちゃんに会いたいの？美女と野獣以外のキャラクターなら何が好き？シンデレラとか、プーさんとか。今日明日仕事です。日曜寝返り園です。ありがとうございます。お仕事頑張ってください、皆さん。大阪ではね、ちょっとね、ガヤガヤしてますね、やっぱり人が。名古屋はちょっと静かめかな、やっぱり。人混みとかが静かめ。大阪はね、早歩きの人が多くて、ちょっとぶつかりやすいです。
名古屋はまあまあ落ち着いてる人がまあまあ大半かな、私から見た人はね。あとはね、東京はね、画期的な気がする、すごい。ああ、ありがとう。ラプンツェル、そう、ラプンツェルかわいい。ちょっとユシに似てるよね、髪型が。髪の毛の量が。私もね、大概伸びてきたの、髪の毛。ここ、胸のあたりまで来た。伸びたのね。もうちょっと伸ばしたいな。カーブするよ。5年前に推してたメンバーが大阪やった。おお。いつもね、岡左衛門さん T シャツで握手会行ってる。おお。イラチが多いわけ。私はね、イラチじゃないよ。もうちょっとね、せっかちな人が多いかな。ないです。ないです。横柄の、そう、髪の毛流すだけね。髪の毛、目の色とか全然違うからね、やっぱり。腕の具合。公演の時にね、私つけてたんですよね。もう心配かけちゃった、また。痛かったんですけど。そんな伸ばさない。私、大阪でポンポン山にパピーたちと一緒に登ったことがある。なんかね、頂上でポン、なんか足踏みをするとポンポンって音が鳴るらしいんですけどね。なんか、それを登ったんですけど、あんま音鳴った気がしなかったんですけど、もうすごい大変で、登って家族で、上でパパがラーメン作ってくれて、みんなで一緒に食べました。美味しかった、本当に。すごいいい思い出した。いつ、なん、何年生ぐらいだったかな、何歳ぐらいだったかな、思い出せないんですよね。海に行きたいな。熱中症。ポンポン山、そう、皆さん調べたら分かると思う。ポンポン山。美味しいんですよ。なんかすごいね、風の感じは違うくて、なんかすごい冬らへんに行ったのかな、寒い時期に行ったから、すごい寒かったんですけど、でも、醤油ラーメン食べました。でもなんか、あったかくてラーメンが、いつもなんか寒いところにおるからかな、すごいあったかくて、その分、美味しく感じました。苦いな、頭ポンポンしてないみたい。はい、ありがとうございます。寒かった、そう、寒かった。寒かったじゃない、寒かった。なぜに苦いな、頭ポンポンしたい。何も起きないよ。そう、美味しく感じるの。ミクもね、好きよ。楽しいことはいいことね。そうですね。ああ、眠たい。なんかテンション上がりそう。なんか握手会でにファンの皆さんが来たり、キャーおはようございますってなりそうなんですけど、あっちに着く頃に私なんか収まってそうだな、テンション。いないですよ、私だけ。あ、じゃあ終わります。はい、SK48 日本一大事にすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、SK48 研究生の深い願いでした。バイバーイ。ありがとうございました。今日はね、握手会なので、よければ、握手会違うレーンに、願い以外の違うレーンに行こうと思ってる方は、よければ、願いのレーンに来てください。はい。皆さん今日は行けない方もいると思いますが、お仕事頑張ってください。いってらっしゃーい。ちょっと手振ってて、ちょっと疲れた今。バイバーイ。ありがとうございました。短くてごめんね。